福岡市の名物、屋台に外国人を呼び込もうと新たなサービスが始まりました。福岡空港国際線ターミナルに登場したのは、その名も屋台コンシェルジュ。屋台の魅力を発信します。今日、福岡空港国際線ターミナルの観光案内所に誕生した屋台コンシェルジュ。外国人観光客に福岡の文化の象徴である屋台を PR しようと福岡市が企画しました。 If you go there, so please prepare to pay cash for it。コンシェルジュを務めるのは観光案内所のスタッフです。皆さん、こんにちは。今日はですね、屋台コンシェルジュの研修になります。今週月曜日に行われたコンシェルジュの研修、旅行会社や福岡市の職員、福岡在住のアメリカ人ツアーガイドから屋台の基本知識や歴史、マナーなどを学びました。研修を受けた豊島恵子さんと峰聖子さん、福岡市に住んでいますが、屋台にはあまり行ったことがないと言います。これからちょっといろいろ行きたいなっていうふうには率直に思いました。キャッシュを持っていった方がいいよとか、いくつかそのこれは話した方がいいなって思う点はありました。講習の後は実際に屋台へ。この日訪れたのは福岡市中央区の長浜屋台街です。屋台を準備するところから見学し、店主からも話を聞きました。外国の方多いです。香港とか台湾とかは、アジアが多いですかね。頑張りましょう。屋台の準備が整ったところで料理の試食です。屋台の代表的なメニューの一つ、焼きラーメンを注文しました。もともと知ってて食べたいって感じ。ここに来て初めて焼きラーメンを知る感じ。僕独自に調査したんですけど、毎回来られた方に何を見て来られたかって尋ねるんですけど、大体 YouTube。 屋台の店主もコンシェルジュに期待しています。3分の1ぐらいはやっぱり外国の方が最近多いので、特に香港、韓国、台湾の方とかですね、もっともっといろんな人に来てもらったら楽しんでもらえたらなと思ってます。店主の期待を受けて屋台コンシェルジュは実際屋台のご案内するときは自分も行ったということで、こういうメニューも英語のメニュー準備してありますし、こういうのもおいしいですよ、おすすめですよっていうのがご案内できるかなと思います。そして迎えた今日、屋台コンシェルジュデビューの日。カウンターには早速観光客の姿が。Near your hotels, yeah, you can see some 屋台。うまく案内できたのでしょうか。To be because they are updating the every information of the 屋台, so it could be better to have their Instagram or website. フレンドリーで、クリーンで、美味しくてっていうようなことも合わせて伝えてあげて。福岡の文化を世界の観光客へ。インバウンドが回復する中、屋台コンシェルジュがそれを取り込む起爆剤になるのでしょうか。